買いました。自分の今使ってる携帯を持ってきた。なんでどこまでやったの？勉強追いついたってところか。勉強はね、追いついたよ多分。宗教改革とかやってるね、世界史で。隣にあれがある、スクールバッグ。数学は二進数とかやってる。すごい、口真っ赤になっちゃった。免罪符、あ、やってる免罪符。イエス。カトリックとプロテスタントの意味をそこで知って、ああそうなんだと思った。二進法、そう、二進法、二進数、一十、十一、百みたいな。脳トレね、脳トレだよね。11は十進法でいくつでしょう？ 2?3 だ。ミノルス、あ、11って読むんだっけ、二進法って。ミノルさん、たわありがとう。11カッコ2だったら二進数のさ11かと思った。11の十進数は十進数は12345678910のやつだよね。知ってる、もう知ってる、その流れだったじゃん。できるんですからね、数学。説明が足りないからもう問題として赤点です。画質いいかも、買って1年も経ってないこのスマホ。2ヶ月後くらいに12が出た。ショック。二進法の100、二進法の100を十進数でいう、十進、二進数の100100だっけ、を十進数で言うと、1、10、11、4。授業で寝そうになったことありますか？あります、あります。よく寝てます。あ、今は寝てない。1年生とか中学校の時はよく寝てた。でも最初全然意味わかんなかった。友達にさ、いろんな友達にさ、二進数と十進数わかんないんだけどって聞いたらさ、え、二進数が1と0の数字で十進数が12345678910のやつだよって言われても、だ
からそれがわからないのっていう話をしてた。二進数が1と0ってどういうことと思ってトライさんの授業を見たら一発で分かりました。100の次は101。十進数は10個目に位が上がるじゃないですか。1234イコール8910に2あの10の位まで上がるじゃないですか。でまた1210111213141516171819202020でまた10の位が1個増えるじゃないですか。20になるじゃないですか。二進数は2個目に位が増える、位が増えるみたいな。1、10、11、100っていう私も説明できてるかなできてないよね絶対トライさんなんて説明してたっけなっていう風に言ってたんですよねトライさんね。あってるけど10って言っちゃうとごちゃごちゃしたいかも。あ、そうだ、10だ、10って言わなきゃいけない、ね、座学の授業は好きですか。好き、あんま教科好き嫌いとか思わなくなっちゃったんですよね。数学は楽しい、でも体育の方が楽しいかな。気分やると数学すげーって感動した。そうなんだ、微分積分。家庭科好き。証明問題は全然やってない。好きじゃないです証明問題。なんもう分かってって分かってよってなる。いや体育は令和の時代だって変わらないですよ。バレーボールとバスケットボールです。体操と跳び箱です。もう変わんないですよ何も。物理が一番面白い。本当に？あれしか分かんないよ。なんだっけ？あれも分かってなかった。なんかさ、等速直進運動みたいな、なんだっけ？等速直進運動みたいなありますよね。摩擦の影響を受けないみたいな。等速直線運動。あ、それそれそれ。同じ速度でまっすぐ、速度が落ちずにこう進むっていう。
理はねやってないですね。ラジオ体操第2はできる？ラジオ体操第2ってなんだっけ？なんかすごい変則、なんかさすごい面白い動きあったりするよねラジオ体操第2って。でもやってはいた。小学校の時に毎日ラジオ体操受けてました。夏休みやってた。でも覚えてないです。新体操のリボン、なんか私が小学校低学年くらいの時にオハガールの人たちがリボンをやってた。私の時代のオハガールの子たちはリボンやったりけん玉やったりしてたんだけど、リボンの時が一番見てて、お祭りでダーツやった時にリボンゲットしてオハガールのやってましたね。練習してた家でくるくるくるってやつとか、自分をくるくるってやるやつとかね。あの平優奈さんとかが出てた、ピンクで。だから習ってたとかじゃないけど、そういう思い出はあるかな。丸盛り、ああ懐かしい、めっちゃ踊ってた。自分をくるく、自分の周りをこうリボンでこう巻くみたいな。うん、あんまり覚えてない。なんかそういうことやってた気がする。そんな技があるのか分かんないけど。体育の授業で一番好きな競技、体操は友達とワーキャー言いながらやるの楽しかったかな。バレーボールかな、でも続かないからな。中学校の体育が一番好きでした。チークじゃないの、メイクしてない今日。チークじゃないの、赤くなっちゃうんです。バドミントンはエリートやったかも、ちょっと前に。でも得意じゃないです。中学生の頃よく全中してた。やば、全中とか絶対できない。れいちゃん泳げる？泳げる、習ってた水泳。バタフライできなくてやめたんだけど、中学校でバタフライできるようになりました。水泳は得意です。その気になったら何メートル泳げそう？
わかんない。でも平泳ぎでいいんだったら何メートルでも泳げると思う。水泳習ってたけど最初のコースから一生上がれなかった。テストとかあるよね水泳の。バタフライやってたのに沈んでいってたからね当時。全然できなくて疲れるしやめちゃったけど、なんかできるようになりました中学生になって。水泳はターンが難しそう。ターン最初めっちゃ怖い。でも最後の最後まで気を抜かずに息を吐き続ければ鼻は痛くならない。あと線をこうちゃんと意識して回ればちゃんと回れると。背泳ぎまっすぐ行く？ちょっと曲がるよねやっぱ。天井があるプールだといいけど、ないと曲がっちゃうね。大体隣のレーンのさ、V にコンってぶつかって、あっみたいな、こっち行ってみたいな。あるよね。初見です、ももこさん。ももこちゃん、クイックターンできる？できるよ。みんな曲がってるカオスの現場見たことある。 授業とかでさ、背泳ぎ全員一斉にやると絶対さ、なんか ぶつかったりするよね、こうみたいな。 背泳ぎのゴールで頭ぶつけるやつ。 両手の背泳ぎはさ、ぶつかっちゃったりするよね。片手だったらいいけどね。飛び込みもしたの。あ、した。懐かしい。した気がする。してないかもしれない。したかな。学校でやったかな。でもなんかやったな。やつよね。あと水泳習ってる人と習ってない人でスタートの仕方が違うみたいなのあるあるじゃない？水泳習っ、なんかね、学校で教わる最初ってこう上からこうやってやってなんかこう行くんだけど、水泳習ってる人は片方をなんか縁、片手で縁を持ち、でもう両足を壁につけてこの片方をもう出してる状態からこうスタートしたりとかするんですよ。だから習ってる人習ってない人のスタートの仕方が違うっていうのあるあるだなと思ってた。学校で習うやつはさ、こうやって上にまず手を上げて、で潜って足でビョーンみたいな感じなんだけどね。それが違うかも。私のクラスの女の子めっちゃ早く動いて、大会とか出てる子いて、かっこよかった。すっごい速くて、バタフライとか蝶のようにとやってた。
なんか良かった、その女の子と。プールの次の授業めっちゃ眠い。わかる、眠いよね。バドミントンもそうなんだ、やってる人と一般人の差半端ない。へえ、そうなんだ。体育の授業、プールの授業の後の、私髪長いからさ、もう大変なんですよね、いつも。今はないけど、中学校の時大変だった。もう終わって制服が濡れるんですよね、それが嫌で。高校でバドミントンやってたよ。そうなんだ。ドライヤー欲しいよね。欲しい。中学校はいなかったな、そんな子。高校でもし体育のでプールがあったらいそう。ないけど私。なくて嬉しい。もう女子なんて前髪命じゃん。高校生にもなるとさ、もうプールなんてやったらさ、みんなぺったんこだからさ、とんでもないよね。アイロンとドライヤーで多分ブレーカー落ちる、学校の。中学の柔道で骨折しました。痛い、痛っ。投げられたのかな。痛いね、骨折とかめっちゃ痛い。もう捻挫だけでも痛いのに骨折なんて超痛いでしょ。はじめましてだって。はじめまして。ドッジボールは得意だった？ドッジボールはね、得意でも大体最後まで残ってたりするかも。好きだったね。得意なのかは分からないけど好きだった。プール掃除とかさしてみたかったな。でもガールズルールね、踊りたかったな、プール掃除してMV ガールズルール好きになって。はい、パパやママに言えない。プール掃除で思いっきりこけて水浸しの記憶。うわ、そういう青春したい。なんかプール掃除させてくれる場所ないかな。そういうの超青春だよね。なんかさ、キャーキャー言いながらさ、冷たいみたいな、
汚いみたいな言いたい。苔生えてたら嫌だよ、確かに苔だけは。でも苔とか生えるよね、やっぱ。あとさ、プールに浮かぶ虫の死骸とか鳥肌だったよね、結構。ああいうの怖いよね。屋外プールってそういうところあるよね。トンボ、ああなるほどね。学校のプールってさ、水抜いてないのかな。使ってない間。あれ不思議だったな。ピンクになるやつ。あれ逆に何色になったらダメなのかよく分かってなかった。水抜かないんだ。そうそう、水質検査。あ、濃さ pH。 あー、あれがそうなの。あー、そういうこと。へー、濃度とかを測ってたのね。今つながった科学でやったやつはそういうことか。はあ、それでその調べてたのね。水をこうやって汲んでさ、こうやって振ってピンクになるやつ。すごい、すごく今理解しました。酸性のプールリトマス試験紙でさ、赤だったらさやばいじゃん。さすがに試験紙ではなかった。多分な、ピンク、塩基がピンクになる PHC 薬ってなんだろう、そういうのでやったのかな、ちょっとよくわかんないけど。塩素、田舎は川で泳げますよ。あ、いいね、川。
おばあちゃん家行った時に昔よく泳いでた川で、でも足もつかないところだからこういうジャケットみたいなやつ着て泳いでました。毎年懐かしい。カヌーみたいな、カヌー船みたいなやつ持ってって近くの川まで、でその田舎の友達とこうやって漕いで言ってた。で友達の家でシャワー入って、でなんかシール交換するみたいな恋バナするみたいなのをもう毎年夏やってましたね。昔、今でもその田舎の友達歌番組出たら連絡くれたりとかします。昔はどっちも携帯持ってなかったからお手紙でやり取りしてて文通してたんですけど、携帯買ったよって言ってお互い LINE 交換してやったな。岩手ですね、それは。そうそう、お手紙でやってたな。懐かしい。なんか楽しいな、お手紙とかめっちゃ楽しかったな。ブワーって書くじゃないですか。そういう文化はさ、今の小さい子たちもあるのかな。お手紙とか交換日記とかどうなんだろう。今の子たちってやるのかな、女の子たちは。あるんだやっぱ、はあ、なんかいいね。シール交換とかしてんのかな、みんな。れいちゃんの時代もやってたのがびっくり。あ、そうなんだ。やってました、やってました。まあ文通してるって子はあんまり周りにいなかったけど、プロフィール帳あった、懐かしい。プロフ、女子高生普通に手紙書いてね。嘘、書いてる。え、私は書いてないだけ。プリチョー持ってた、持ってたよ。プリチョー持ってた、懐かしい。匂い玉匂い玉、私みたいに匂い教室に落ちる匂い玉集めてる子いないかな。交換日記してたらしい、ユーリーさん。ああしてたしてた。私も謎だよねあれね、よく考えたらね。今日なんとかがあった、なんとかの授業がなんとかだったで、急になんか好きななんとかランキング1位みたいな、好きなテレビ番組1位、ドラマ2位、バラエティー3なんとかみたいな。次はまるまるちゃんよろしくみたいな、4649みたいな何々ちゃん4649
よろしくやばい4649めっちゃ書いてたんだけどダサい今考えると4649だったわ昔は。それがそれがなうかった。なんだっけな。となんかあったかな。デコラッシュとか流行った。デコラッシュっていうシールみたいな、あの修正テープに柄がついてるみたいなやつ、あれが流行ってたから、ああいうのでみんな交換日記をデコレーションしてました。なんかったパトラッシュじゃない、デコラッシュ。ね、こう消しゴムがあって、消しゴムになんか穴、ハートの穴とかが開いてるやつとかも流行ったかも。マスキングテープじゃない、マスキングテープじゃないんですよ。修正テープ、本当形も修正テープみたいな感じでこうピーって引くんですよ。そしたらこう柄がついてて、流行ってたかも。それが角消し、あ、角消しは持ってる子多かった。あ、穴って言ってた私。柄、柄がついてる。リラックマーとか練り消し、あ、知ってるよ練り消し、柔らかいやつ。そうそう、柄がついてるやつとか流行ってた。分解消しゴムも流行ってたかな。ハートの穴って言ってたずっと穴って言ってたんだ。出たい私の適当に話す癖ノートは基本ボールペン、いやシャーペン使ってるかな。みんな マスキングテープでいいじゃん。多分ね、なんか蛍光ペンみたいにこうライン、ライン、なんだろう、ラインマーカーみたいな使い方をするんですよ、デコラッシュって。文の下にこう引くのだから、多分細いやつがいいんだろうね。今の女子高生は筆箱の流行り、あ、あるある、シンプルな筆箱が流行ってる今。シンプルでこうなんかこう無印っぽい感じ、それこそ無印のメッシュの筆箱とか、あとはね、なんだっけな、 K から始まるなんとかかんとかっていう、なんかクリアな筆箱が流行ってるかな。中が見えるやつ。文房具もさ、ペンとか見た目がすごいおしゃれじゃないですか、最近の文房具って。だからこう見せる筆箱みたいなのが流行ってるイメージ。私はそんなのは知らんって思って、あのスヌーピーの筆箱使ってますけどでも気になるよね。そろそろ変えようかなとも思ってる筆箱。そう、中身が見えるやつが流行ってるかも。メッシュ生地とか、あ、それケプト、キプト、ケプト、
それそれそれめっちゃ流行ってるって聞いた。グッズもファッションもシンプルが流行ってる気がする。うん、本当にそうだと思う。本当無印しか勝たんみたいな人いっぱいいるよね。でも中里依紗さんの YouTube を見てると色味があるものって可愛いなって思う。その意味はキープの過去形、過去分詞形だっけ、合ってる、キープケプトケプトみたいな。正解、やった。中里依紗さんは何で知った、ちょっと前に、何年か前にストーリーをめちゃめちゃ見てて、で、まあ、割と最近 YouTube のおすすめに出てきて、あ、 YouTube やってらっしゃったんだと思って、そこから見るようになりました。中里依紗さん自体は黒川の手帳の時とか見てたよ。あとホリデイラブとかも出てたからさ、そういうので中里依紗さん自体はあの前からテレビで拝見してました。それがカバンにキーホルダーとかつける、つける。今ね、ねずこと、ねずこだけか。ねずことね、修学旅行、中学の時修学旅行行けなくて、友達が神社で私の名前を彫ってくれたお土産のキーホルダーも入ってる。ヤンキーくんとメガネちゃん、あ、自粛期間見てたよ、ヤンキーくんとメガネちゃん。そう、めっちゃ嬉しくて、いい友達です。本当なんかいつも思う、私って本当にいい友達だ、持ってるなって思うんですよね。中学の時もなんか素敵だった、みんな。これこれ見せたい。これです。ちょっと反射しちゃう、画面で見えない、レイって書いてある。あと自粛期間というかコロナ休みが明けて学校に行った時に、みんなが私が知らないうちに動画を撮ってくれてたみたいで、なんか嬉しかった。復帰おめでとうっていう動画をね撮ってくれてて、それを送ってもらった時は本当に泣きそうになった。なんか今 TikTok とかで流行ってるんだけど、お誕生日おめでとうバージョンが、なんかその本人が動画に映ってて、でその本人は気づいてない感じで映ってて、その映ってる状態でスマホの画面に一文字ずつこうやって出して、でまた次の人が違うシチュエーションで本人がちょこっとどっかにいて
スマホの画面で一文字出してみたいな、それをつなげていくと文章になるみたいな動画が流行ってて、それをやってくれました。もう本当に嬉しかった。何回も見ちゃう、未だに見てる。何回もめちゃめちゃ感動だった。全然気づかなかったし、素敵な友達、本当にそうです。味覚と嗅覚が元に戻ったの？それが嗅覚があんまり戻ってないと思ってたんですけど、久しぶりに香水つけたらすごい匂い分かって、きっとほぼ感知、いつまでが感知なのかがもうもはや分からないんですが、もうだいぶ良くなりましたね。ほぼほぼ戻ったって言えるんではないでしょうか。うん、そう嬉しい、匂いが分かる、よかった。そう、握手会でも、あ、お話し会でもさ、たくさんみんな大丈夫ってそこをね心配してくださった方もたくさんいらっしゃったので、もう本当に大丈夫ですってちゃんと報告できるようになったのが嬉しいです。たまにお弁当のインスタグラムに出てる友達、そう、なんかいろんな友達がいるかも。でもそのなんかね、いろんな子がね出てくれる、お弁当のインスタグラムに出してくれるお弁当の一部を。ひょうちゃんタワーありがとう、すごいおめでとうタワーかな、ありがとね。それにしても可愛い、 I want you。友達が多い、れいちゃん多いかも。クラスが仲いいんですよ、クラスの女子がさ仲良しなんですよ、みんな友達って感じ。誰と一緒になっても話すことあるみたいな、誰と二人になっても話せるみたいな感じのクラスかな、女の子軍団っていうか女子組。席はディスタンスないですね、ただ隣の席とかがもともとないじゃん高校って、だからねディスタンスなこの常に。明日はねアイルのさ配信もあるので見てくださいね。あ、そうだ、タピオカ、みんなタピオカもう注文してくれたかな。お話し会でも何人か話を出してくれたんだけど、タピオカ明日、そのタピオカにちなんだこともあるのでね、ぜひ見てください。本当に美味しいんですよ、あのタピオカ、タピオカ屋さんみたいなタピオカなの。撮影の時に飲んだんだけどめっちゃ美味しかった。店頭情報はまだかな、あと3日後くらいだったと思う出るの。そう、カウントダウン結構じらされるね。そわそわしちゃうよね、あと何日かと思って。とりあえず今ネット販売だけ出てるんですけど、情報が、ぜひぜひチェックしてね。
本当はお渡し会とかねできたらいいんだけど、やっぱ難しいからね。あ、そう、お話し会で思った、タピオカ飲んだことないって方がたくさんいてびっくりした。飲んでほしい。一時期のタピオカ狂ったように飲んでた時期思い出しました。もうゴンチャとかは行列だった。この間近くを通った時、そんなタピオカがねお家で飲めちゃうのですごいですよ。ということで明日の配信見てくださいね。みんな うるさいね外ね。じゃあそろそろランキングを読んで終わりにしたいと思います。もう9時も過ぎているので気づかなかった。13位ツーピースさん、12位たくみさん、11位まさまささん、10位 VI ヘキサさん、9位佐藤俊アット木曜日お話し会よろしくね。そうだ、11日よろしくお願いします。みんな8位ブルーアット台湾さん、7位くまいさんって言うとちゃった、誰くまさん、あいた、6位みのるさん、5位よしのりさん、4位おさむさん、3位しろちゃんはんさん、2位がもえもえさん、1位ひょうちゃんさんです。あ、おさむさんタワーありがとう、そしてしろちゃんはんさんタワーありがとう。ごめんなさい、読むの遅くなってしまってありがとう。それではまた明日 YouTube でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとね、バイバーイ、おやすみー。